血族いや、昔はドクターじゃなかった。だって、もう昔からですよ。いや、ドクターでしょ、作的最強。合わせに言ったじゃねえ。合わせに言いますよって言ったじゃん。どうも、田岡です。はい。セシローさんでございます。どうも。今回は、実写動画ということで、まあ、ちょっとね、今後、一緒になんかいろいろやっていこうというふうになってるんですけれども、ええ、まあ、果たして相性はどうなんだと、ええ、俺のことちゃんと分かってんのかということで、まあ今回はちょっとある企画に挑戦しようということになっておりまして、はい、分かってます、うん、僕のこと。ほぼ身長が高い、はい、あと体重がでかいとか、そういうのは分かりますけどね。こんなに低姿勢が。見てくれはね、見てくれはでかいかもしれないですけれども。まあね、態度もでかいわ。酒飲むともっとでかいわ。もっといいこと言おう。俺のチャンネルだよ。あ、そっか。いいことを言いましょう。褒めよ。褒めてこう。出ねえな。じゃあ、ちょっと今回の企画の趣旨を説明していただきます。はい、これからお互いの理解度チェックを始めたいと思います。出題するお題の答えが一致すればクリアです。12問中6問答えが一致すればご褒美がもらえます。6問に満たなければ罰を与えます。それでは始めていきましょう。理解、お互いのね。そう。まあ、出題されたやつを、はいはい。プリプリ書きます。書きます。ここの内容が合うかどうかです。ああ、はい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 。まあ、このくらいできんとね、そう。ちょっと、そうです今後ね。今後、会うたびにね、我慢の時間になっちゃうからね、お互い。まあけど、10問くらい合わせていかないとね。まあ、そうね。6問と言わせる。合わせるっていう、あれだったらね。もう6問と言わせる。狙う全問正解ですけどね。うん。いいんじゃない？全然いけると思う。じゃあやっていきましょう。アイコンタクトなどはしても良いですが、答えが分かりそうな言動やカンニングは禁止です。それでは第1問。初心者におすすめのキラーといえば？はいはいはい。これどうこういくかですね。まあでも、初心者といえばこれだみたいなあるやん。やっぱこれだ。初心者だったらということですね。要は初心者向けに、その初心者の方に、いや、キラー、何からやっていいんですかってなったら、もう、こうしかない。もう、これで間違っとったら、ちょっと、シンプルね。うん。はい。レイス！ドクターだろいや、もう昔はドクターじゃなかった。もう昔からレイス。いや、ドクターでしょ、作的最強。だって、電撃当てるの？いや、初心者何？いや、レイスと迷ったけど。レイスやドクターでしょ。あれ、レイスでしょ。不安しかないわ。もうやっぱり最初はレイスやね。俺がレイスって教えられましたね。俺ドクター、存在関係ないし。いや、あれさ、ちょっとさ、個人的なあれ入ってないね。入ってない。いきなり外すのはやばいですね。それでは第2問。どういう意味で言われる？初心者におすすめのパークといえば？はい。もうこれは、シンプルです。あ、シンプルに行こう。これは、もう本当にドシンプル。ドシンプル。それでは、どうぞ。はい。血族。何書いた？セルフケアはいるでしょ。いやさ、救助タイミングわからんぜ。いや。まず回復じゃない。まず回復。回復できないと、やっぱ動けないみたいな状態になっちゃうじゃないですか、やっぱ。もう負傷してるから怖くて動きませんみたいな。で、ずーっとセルフケア。セルフケアゲームですよ。で、いっちゃん最初に、何のパーツ取ればいいですかってなったら、絶対これじゃない。あ、通るってなったね。これじゃん。初心者おすすめパーク何ですかって言われたらさ、血族じゃない。いや、セルフ。いや、私、血族はもう誰か持ってきてくれてる。うわぁそれしかダメやろ。とりあえず自分を守れっていう意味でセルフケアでしょ。えぇー。最初は思いやられます。
準備されてるのこれ。めぐみのトーテムパークといえば、あーもうこれはこれはあはい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 といえばですよ、うん、といえばね、うん、それではどうぞ。はい、癒しのは癒しですね。 OK です。いやもう怒られてるから、まあ、これはもうだって最初の、うん、最初ですからね。めぐみの最初といえばやっぱりバグマット。めぐみといえばもう王様やからね。いやそれはめぐみって言えばこのバグマット。まあまあここはね。ガスガス。ガスガス。すごい本当に。今3分の1。3分の1ですね。合わせるんでしょ。合わせますよ。合わせてる。めちゃめちゃ合わせにいったでしょ。セルフケアなんて。これは本来は違いますけどね。個人的におすすめしたいの。え、全然違うもんね。アドレナリンです。第4問。すべてを見通すパークといえば？いや、これはどっちだって話ですよ。サバイバーなのかキラーなのかって。あー。言っちゃダメですから。すべてを。見通す。これちょっと難しいかもしれない。すべてでしょ。すべてむず。アイコンタクトでお願いします。すべて。え、すべてなの本当にこれは。え全然わかるかな。なんだそれでは、どうぞ。血族。もう、すべて見えてないじゃん、それは。見えてるじゃん。血族持ってったらさ、キラーのサバイバル全然見えてない、見えてない。だって、トーテムも見えたじゃん。それイルミネーション。まあ合わないだろうね。だと思ったわ。仲悪いです。それでは第5問。ロマンパークといえば？ああ、はい、ここはあの合わせていただきます。ああ、合わせ、はいはい。わかりました。え、ちょっと待てよ。合わせる。合わせ合わせ合わせ。本当か？信じろ俺を。それではどうぞ。アドレナリン。アドレナリン。うん、それは合わせていただきました。うん、Go my way, baby。よかったです。第6問。よかった。味方にいると心強いパークは？さ。はあ。これは、けど、合わせますわ。合わせる。合わせる。よし。合わせて。心強いだよ。心強い。うん、それでじゃあ、どうぞ。そう。噛むのそこ。噛むの噛むのそら、アナムする人。はい。はい。血族。血族。おー。ちゃんと合わせたよ。おー、俺、血族ばっか書いとるわ。血族だらけじゃん。ただいま、6問13問に一致しています。6問13問。良い感じです。うん、うん、うん。それでは、第7問。マッチすると嬉しいキラーは？わあ。まあどういうスタンスでいくかですか。まあまあまあ、まあ、じゃあDBD っていうスタンスでいこう。え？あのキラーしかいないんだけどね。え？嬉しい。まあ、まあ、嬉しいというか。あのキラーしかいない。俺がハトツス、ハトツスになるとちょっと。いや、まあ、ここしかないよ、ね。ないじゃないですか、ね。配信でみんなが呼んでる。それではどうぞ。こいつでしょ。はい。はい。デモゴルゴンだろう。デモちゃん、うわぁ、デモちゃんって言ったらじゃん。マイケルでしょ。デモちゃんでしょ。DVD のスターですよ、この人。それは映画のスターです。嬉しいっていうより、やっぱ最初に結構ドキッとするじゃないですか。じゃあ嬉しい。うわみたいな。あ、これなんかちょっと配信映えするような事件が起きるんじゃないみたいな。立ち目とかで。そうそう。から面白くするのが配信者。あ、もうじゃあデモちゃん。デモちゃん見た瞬間みんな幸せになる。みんな大好き。第8問。マッチすると怖いキラーは？あ。これは、まあ、合わせる。これは合わせる。合わせる。え、合わせる？合わせる？え、ちょっと待って待って待って。圧倒的な怖さなのか。シンプルに、もう。怖いね。うん、怖い。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 怖い、OK？ それではどうぞ。できた。
ちゃら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 。危ねえなぁ、ナース来そうだなぁっていう。いや。そっちの怖さが怖い。怖いキラーだからさ、まあやっぱりさ、恐ろしさの方ですね。来週も、渋いキラーといえば？渋い。あー、まあこれは、まあ一つしかいないよ。え？いや渋いキラーや。渋い。渋い。それではどうぞ。デススリンガー。デススリンガー。よっしゃ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 。あと一問正解すれば仲良し認定です。それでは第10問。かわいいサバイバーといえば？これはもう王道でいきます。王道でいく？王道です。もう王道。王道？もうさ、王道ですよ。王道。それではどうぞ。ベンビン。ベンビン。おめでとうございます。はい、10問16問正解したので、仲良し認定です、はい。ありがとうございます。でも、つまらないので、この2問を外したら罰ゲームです。それでは、第11問。ザ・オカといえば？はい。え、これがもう。それでは、どうぞ。ランキング。アシュレイだろ。なんでだよ。アシュレイ。な。アシュレイでしょ。散々この前ダオカさんってランキングの人だよねみたいなさ、わかりさ、めちゃくちゃさ。DVD のそういうなんかパークとかキャラの話じゃないのこれ。いや、じゃあダオカやろ。アシュレイ、俺が悩んだわ。どっちの回か。どっちやどっちともちげえわ。どっちなんだどっちとも違うわ。何やねん、アシュレイ。最悪ですね。ダオカは世間とずれています。なんでだよ。では、第12問。アシュレイだろ。セシルおじさんといえばここは、どうする合わせ、俺は合わせに行きますよ。あ、俺に合わせに行く。合わせに行く。いいですね。あ、これでしょ。それではどうぞ。メグトーマス。ショートの人だろ。合わせに合わせに行ったじゃねえ。合わせに行きますよって言ったじゃん。こっちで、さっきランキングの人の話やったよ。メグトーマスだろ、俺といえば。全然。最初さっき自分で。だから、もう合わせに行った。さっきランキングの人出したから、うん、じゃあまあショートの人かっていうか、まあ本当はマジで俺も合わせに行きたいけどね。最後この両方のやつをどっちも答えられない。終わりです。名古屋のイベント終わるまでちょっと我慢しよう。それでは二人で仲良く罰ゲームを受けていただきます。そっか。勝ったのにな。お疲れ様です。仲は深まりましたか？罰ゲームはロシアンルーレット稲荷寿司です。稲荷寿司の中にはわさびがたくさん詰まっています。しかし一つだけ普通の美味しい稲荷寿司です。こだっけ。仲良く喧嘩しないように一つ選んで召し上がってください。あーもうけど大体ほんとちょっとわかる。これさこれパンパンなのよ。これとこれやばそうじゃない。やばそう。こいつ、かなり。こいつは安全そうに見えるけど。ねえ、こうしますかじゃあ。はい。で。これですね。でかくない？やばいって。食えんのこれ人が。一口。それではどうぞ。いただきます。いただきます。一口。しこうぜ。マジか。これ。おー、だから初体験なんよな。こういうのは初体験。ロシアンルーレットじゃなくないもうこれ。一個当たりって。一個外れみたいな。どうぞ。煽りがすげえな。煽りがすごい。いきます。いきます。
あ、けど。あっ、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 大丈夫じゃないやつやな。なんか最初いなりの甘さ。そうそうそう。あ、で、あ、全然大丈夫かも。ええー、と思って。あ、でこれ一気にばい。ブチュって。そうそう。一気に。ブチュって。もう広がってきてる。やば。やばい。これは。とりあえずね、はい、あの仲良しチェットチェックはクリアしたはずなんですけど。結局、くっそ辛い、バチクソ辛い稲荷を食べる羽目になると。まあけど、しっかり呪文中6問はあったんで、うえ、とりあえず、あえて一旦ね、ちょっとこのままやってても大丈夫なんじゃないかと。前向きや。まあまたちょっと、体も張りつつ、ね、おじさん2人で頑張っていきましょうということで、ありがとうございました。もうわさび食いたくない。あらさん入りましょう。ありがとうございました。